コートの上を軽快に動き回り、ラケットを振る選手たち。先週末、福井市内で開かれた小中学生のテニス大会です。この大会を企画したのは越前市の佐治正弘さんです。小児がんを取り巻く環境ですか、そういったものの進展に役立つ活動をしたいと思ってたんですけれども、娘が大好きだったテニスを通して一人でも多くの方に知っていただくということが第一の目的でこの大会を開催しています。佐治さんの一人娘リリカさん、テニスで全国大会に出場するほどの腕前の持ち主でしたが、高校1年の時脳に腫瘍が見つかり、一昨年19歳の若さで亡くなりました。脳腫瘍を含む小児がんについて理解してもらおうと、リリカカップと名付けたチャリティーテニス大会には県の内外からおよそ100人が参加しました。試合と並行してプロテニスプレーヤーによるレッスンも行われ、全日本選手権の優勝経験もある本村剛一さんが指導に当たりました。普段生活できていることがもうこう当たり前じゃないんだよっていうか、もうやっぱり毎日本当感謝して、あの元気よくね生活してほしいなっていうことで、そういう思いもあって佐治さんもこういう大会も開いたと思いますし、まあ僕も本当コート上ではみんなととにかく楽しくこうプレーをしたいなっていう気持ちで今回はやってますね。リリカさんが中学生の頃から親交のあった本村さん、亡くなった後もリリカさんに毎朝メッセージを送り続けています。リリカカップ2日目だし今日もお願いねっていう感じで。大会は2日間の日程で行われ、佐治さんの思いは参加した小中学生にもしっかりと届いていました。千葉県から来ることで腫瘍の小児がんのことをもっと全国に広めていって、こういう活動をしていることを広めていきたいと思いました。またこの大会を通して小児がんの子たちにエールになってもらえばいいと思います。はい、ありがとうございました。泣きそうになっちゃって本当に素晴らしいなと思って。リリカがやったんだと思います。私は彼女の肉体のない彼女 の肉体となり動いてきたような、本当になんかそんな感覚なんですよね。私にとって今日はずっと隣にいたと思います。最低でも10年はやりたいと思ってますし、小児がんに対する啓発っていうものがより魅力的な形でお伝えできるような内容にしていきたいと思ってます。この輪を大きくしていきたいです、とにかく。はい、企業団体からの支援金や参加者からの募金など、大会を通して集まった金額は350万円以上。佐治さんは小児がんの治療法や薬を開発する研究機関に寄付することにしています。リリカパワーね。ハレオンナは間違いなくハレオン。踏ん張って雨を止めた。晴れ女、晴れ女発狂ですね。